こんにちは。場合の数の問題になりますが、今回はこちらの問題を取り扱っていこうと思います。ぜひ動画を止めてやってみてください。さあ、こちらの問題なんですけどね、俗に重複組み合わせの問題と呼ばれるタイプのお話です。で、組み分け問題の一つなんですね。どういう雰囲気かというと、 X と Y 君と Z 君がね、なんかまあ6個のものを分け与えられるように口をパック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 して待ってる感じなの。なので6個のものをこいつらに分けていこうと思うんだけど、これ6個のものはね、区別ができない状況なのよ。ただ区別のできない6個の白丸があって、これを3人に比べていきたいぞっていう感じなんだって。これこそ組と順列の関係を考えればよくってさ、例えばこの6個の中で2個と3個と1個っていう風に分けたとしようか。こんな風にね。そしたらこの3個の数字をこの3人にベロ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 って並べてあげれば、自動的に231、213など全部出てくることになるよね。だからこの6個の丸を何個何個何個に分けるのかという組をしっかり考えて並べていくと考えていきます。そうすれば、1番の問題だって、2番の問題だって、どうだよね。じゃあちょっとそれでまずは解いてみようね。じゃあ書き出していこうね。書き出すときは絶対組書こうな。順列書いたら大変な目に遭うから組からやろうな。するとまず、006、015、024、033。これで0というものが入ってる組は全部書き出せた気がしますね。じゃあ次は0がないものを書いておこうね。114、123、222。まず組としては、このね、7組があるんでしょう。じゃああとはこれらの数字を並べる考え方で XZ に対応させていきましょう。さあ、まだちょっとイメージ湧いてないって人もいるかもしれないから、ちょっと例えばこれを例にとってみると、数字の和、006となるものを XYZ に並べれば、006、06、06、00の3通りあるじゃん。この3ってのは、006という3つの数字を並べたものなわけじゃん。それって、3階乗、2階乗の計算ですぐ出てくることになるわな。そういう風に、一つずつの組を書き出してあげて、それを並べることにして、こっち決めようっていう考え方をしてるわけ。じゃあ上から順番に行こうね。006の並べ方は、3階乗、2階乗で3でした。昔はね、これでさ、せーとかやってて、ね、笑い取ってたんですけどね。最近はもうそんな世界の波合わせでみんな知らない。015、これは3の階乗で、ラケット。知らないボケを頑張る。勇気。024、これも3つの数字バラバラだから、3の階乗で6。はい。次、003。これ、ここの33が同じに見えるからね。はい、こちらは3。じゃあ、どんどん飛ばしとくよ。114は、上と同じタイプと考えられますから、3。123はバラバラだから6。222は並べ方、1通りしかないですね。こちら1ですね。さあ、そしたら、1番と2番よく見比べてもらうと、1番は、1以上じゃなきゃダメですよ。2番は0以上にしてくださいよというふうに見てあげれば、0がありならば上の4つがありかな。0なしならば1番この3つだけってことなのかな。なので1番はこの3つだけを回答したいし、2番は1も含めたい、0も含めたい、欲張りさん。だからここからここまで全部を考えていけばいいよね。括弧1番は361を足して10個でございました。で、2番は今の10に対して、あと3663を加えるよね。そしたらこれは18なんで、10足してあげて、答えは28個ということでした。これね、ぜひ気をつけてほしいことなんだけど、今のやり方の次にまたいいやり方をね、紹介する気なんだけども、例えばね、この XYZ がサイコロの目です、みたいになった場合ってね、サイコロの目ってさ、最大で6でしょ。例えばこの数字が6じゃなくて10とかになったら、これからやるやり方ってね、使えなくなっちゃうんだよね。だから今みたいに、組を考えて順列にするっていう考え方も絶対大事なんだよ。なんかいいテクニックだけ覚えてそれでうまくやろうっていうのはね、場合の数確率の問題ではうまくいかないの。まず問題に出会ったら、全部書き出そうと考える。書き出そうとしている段階で、こういう計算式いけるじゃんって気づいたら、
計算に持っていくもんなわけよ。計算ありきじゃないんだよ。書き出そうと考えてみて、これはこういう計算式で出るやつだから計算でやろうって考えるわけ。ってことで、今のこれもね、必ず自分の手でできるようにしていてほしいなと思います。じゃあ、これからね、いいやり方を紹介していきましょうか。じゃあ、あまりに有名なでっかいですけども、今回はね、6個の丸を3人に配るってイメージでいてほしいの。3人に配るってことはね、ケーキ入刀ですみたいな、ぐさー、ぐさーってものを2回入れてあげればいいわけよ。6個の丸の間とかに、こういう風に仕切り入れるじゃん。一番左の仕切りの左側に、X、真ん中に、Y、最後に、Z っていうのを対応させることにするわけ。そしたら、左から順番に、222を比ばせることになるよね。ここからちょっとポイントなんだけども、丸の間に棒を差し込むルールにしておけば、絶対に1以上になります。全部が1以上になります。でも、例えばね、丸の間に仕切り2個入れることにしてしまえば、仕切りが隣り合うじゃん。隣り合ったら、べったりくっついちゃうから、間が0ってものを表現することができるんだよね。つまり、こういう数に来た場合には、左から順番に204ってものが表現できる。隣り合わせれば、y イコール0を表現できるね。じゃあ先生、x イコール0はどうするのっていうと、いい質問だ。x イコール0にしたかったら、先頭に仕切り入れてあげればいいや。この後に、丸ってして、こうしたら、これはこれで左から順番に、060。だから、先頭に仕切りを連れてくれば、x が0。お尻に仕切りが来たら、z が0ってなってくれるよね。ところで、印象に残してください。間に差し込めば、0が作れない。単に並べてしまえば、これも含めてこういうケースも含めるから0が作れる。ということで0個を作らないならば間に入れればいいし、0個作っていいなら単に並べればいいです。これだとね、6とかっていう風な書き出せる数字じゃなくて100億とか N とかでも対応可能になってくる。ただ、さっきの話でもした通り、サイコロの目とかでね、どうしても対応できないケースも出てきてしまうから、きちんと先ほどのように書き出すやり方も手に入れてほしいんだよね。あとは記述答案では、やはりこの順列と配り方が対応するぞという説明を加えてください。単になんかね、並べたからこうですとかじゃ意味がわかんない。並べる問題じゃねえだろ、これがって突っ込みになっちゃうからね。よし、じゃあ別解として回答書いていきましょう。こういう説明文を加えます。で、括弧1番は1以上、間に差し込まなければならないやつだから、丸6個の間の、この5箇所の中から2箇所選んで、仕切りを選ぶんだよって考えて、5C2 通りということ。2番いくよ。ということでね、計算式立ててあげて、答えは28通りということでした。さっきと同じですよね。では、残ってる3番目の問題いってみましょう。3番。はい。6以下。やり方1。0、1、2、3、4、5、6。全部を出して足していく。あまりにも大変すぎますね。N だったらどうするんだろうかになっちゃうよね。そこでね、これは、こういう見方をするんだなってことをぜひ分かっててほしい。今回さ、X 君と Y 君と Z 君がいてね、ここに、まあなんか6個のまんじゅうあるわけよ。お前ら、このまんじゅう消費しねえと、返さないぞ。みたいな設定になってると思って。こんな怖いことしないよ。6個のものうまいの食えよって生産しましょう。そしたら、Z。あんだけ飯食ったのにまだ饅頭壊すのかよと。俺1個。Y、お前はどうなんだ。俺、生かぶって2個食うよ。X。俺は無理だ、食わねえよ。3個余っちゃいましたね。これさ、リアルにどうなると思う？俺だったらね、ポチ呼ぶね。おい、ポチ、お前の餌だ。やるぞ。ここにポチ。3個余ったものは、まあ、残飯処理っていうとポチかわいそうなんだけど、こいつらが食べなかった分は、全部ポチが食べるぞっていうルールにしたらどうちゃうか。決まっちゃったね。これとこれとこれとこれ足したら6が作れるようになっちゃったよね。6以下みたいなものを見たら、不足分を W とかセットして追加しちゃえばいいわけよ。満たない分を W とでもセットして組み合わせてあげれば、
1番やら2番やらと同様の考え方がいけるじゃない、そういうふうにやってこう。ということで、これと一致するから程度の説明で十分でしょう。あとは、これ6個のものを4人に分けるだから、6個のものを式に3個にして、で、0ありなら単に並べればいいんだったもんね。2番で考え方が丁寧に述べたから、この程度でいいでしょう。そしたらこれは 9×8×7÷、3×2 となるので、3割って、2割って、答えは84個ということでした。今回はね、いわゆる重複組み合わせという話をしていきました。これ今みたいな文章じゃなくてね、リンゴとみかんとブドウを合わせて5個買いますとかね、そういうふうな問題文変えられてくることもあります。結構ね、対応難しいと思うんだな、そこのな。でもそこはもうみんな努力して、頑張って練習して、なるほどって思うとこだからさ、文章変えられても今のイメージ、配っていくってイメージをちゃんと頭に植え付けて、VI 演習して自分のものにしといてほしいなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。